ススポンラジオ。ありがとうございます。お、私、はい、実は、ええ、ムロツヨシさんこの間お芝居を見たという。ああ、前々回の放送でね、ええ、させていただきましたけれども。ありましたね。うん。実は、お、私ムロツヨシさんがこうデビューして、お、有名になる前から、はい、ムロツヨシさんだと分からずに、お、先見の明で、ほうほうほう、ムロツヨシさんのチラシをね、ほう、持っていました。え、これ昔のってことですか？そうです。この間見たのは室敷9なんですけれども、ほうほうほう、室敷3、へえ、もうちょいしたんです。室敷3、ほう、タイトルも3、うん、おー、計算の3のね、うん、チラシを私持っておりまして。あ、そうですか。これ真ん中に写ってるのが室さんですよね。そうですね。でお隣に映ってるのがヨーロッパ企画の本田さんと長野さん、ね、ああ、そうですね、映ってて、なるほどなるほど。僕はね、何にも分からずに、なぜか持っていました。あ、これなん、いつのやつですか？2009年。もう6年、7年前じゃないですか。ですよ。ほー、6年、7年前って言ったらまだ室さんもね、そこまでガッと来てる。あ、そうでしょうね。僕はまあ間違いなく知らなかったですね、これ僕は預言者なの。どういうことですか？いや来るぞっていう。あ、これなんで残してたんですか？なんかチラシずっと残してます？チラシ、僕それこそまあ気になるチラシ、チラシとしてね、でなんかまあデザインショップをね、ほうほう、 やってございます。ああ、こうパクろうっていう。あ、出た、トレースだ。パクりたいっていう、いい感じのチラシは基本的に置いてる。じゃあこのデザイナー的に聞きますと、このチラシのなんか残しておこうと思ったなんか理由はなんかあるんですか？そんな6年も7年も前のことを僕は覚えてるとでも思ってない。覚えてないんですね。じゃあ今見て、あ、これは残すべきだなっていうのはな、シンプルだからじゃないですか？色の使い方とかシンプルなのがいいなって思ったんですか？あ、確かにそれシンプル、なんか無駄がないっていうか、いいですね。なんか緑、白、赤ってね、うん、衣装もね、なんかね、なんか良かったんでしょうね。やっぱなんか引きつかれるものがあったんですね。引きつけられるもの。ああ、そうそう。引きつかれるって何？なんかでもシンプルで良かったんだと思います。こういうの分かりやすい。僕シンプル好きなんでね。ああ、なるほどなるほど。持っていたんでしょうね。いや、先見ありますね。先見の明ですよ。僕はだからこの頃からムロツヨシ見たことなかったけども、見にも行かなかったけれども、ね、あ、見てはないんですね、っていう。ああ、さすがことです。それよ、最近見つけたんですか？そうなんです。この間チラシ束、僕のストックしているこう、はい、なんか、どれからパクってやろうかやっぱそういう作業も大事なんですね、みたいなね、はい、アイデア集みたいな、まあまあスクラップみたいな。ああ、なるほどなるほど。それをこうたまたまバーッと見てたらありましてね、おっと思って、うん、これは僕はすごいぞ、おう、と。先見の、先見の明が、ね、多分ね、先見の明だと思うんですけど多分ですよ、僕の知識が正しければ先見の明だと思うんですよね。そんな、さっきね、なんかよくわからないね、そのなんかもう忘れたけど、変な言葉使ったやつにね、言われたからね、先見の明が何ですか、明って。先見の明、妙な、なんかがある。あれですよ、妙だなって多分ですよ、多分僕の知識が正しければ先見の明だと思うんです。明か妙か、明か妙、まあ妙とも言うかは分かんない。妙、やっぱね、妙だなって怖いな怖いなっていう、ね、先見の妙だなって、これは妙だ、来るぞ。どっちかというとシンプルだったので妙ではないと思いますけど、そうですか。まあまあそういうのをね、はい、僕は察知して、察知したんですね。これは見ようだぞっていう報告です。ああ、よかったですね。はい、よかったですね。よかったですね、お前。よかった、よかった。よかった。この人満足してらっしゃる感じで、はい、いきましょう。うん、
どうしたのかな、いや先週の、どうした先週のアヒージョが効いているのかな。あ、聞いてますね。あの何でしたっけ、アングラスというね、アングラス、ツイキャスでね、はい、もう配信してましたから、アングラスのその後はツイキャスの方に、はい、残しました。ああそうですね、はい、なので真相ですね、真相があれからありましたけど、今日もう触れません、はい、そうですね。どんだけ何を聞かなあかんねんって言うんですけど、まあ、まあいいでしょう、はい、それでは始まります、立花祐介とエディ武田のすっぽんラジオ。この番組はスタンドフラワーの提供でお送りします。はい、というわけで、おお、こちらお便りをお便りいきましょうか、いただきましたね、ということでね、あの2週間遅れではございますけれども、あ、そうですね、お便りいただいております。アヒージョが、攻めてきた、アヒージョが効いてますから、アヒージョのせいで、ということで、スッポナーネームはうさぎさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。立花さん、武田さん、こんばんは。こんばんは。秋の芸術祭、立花三部作楽しんでまいりました。ありがとうございます、うん、ちょっとね、一昔前のような話にもなりますけど、いやでもまだ1週間ちょいですよ。1週間ちょいですか、こうやってから。ああ、そう、そんなにしか経ってない、カミナズムが。ああ、そうか、僕スペイン行ってたんで、もうなんか半年ぐらい前のようなね記憶になりますけれども。いいですね。楽しそうだな、スペインは。まずは N トランスフィッシュ、やっぱり、うん、海外は、はい、ね、普段の生活を忘れさせてくれるんだろうな。いやでもだいぶ違いますからね、やっぱ空気感とか、うん、まあ、匂いとかね、ということなんですけれどもね。さあ、まず N トラですけれども、まあダンサーさんの息遣いを感じながら、うん、役者さんの緊張感が伝わる最前列のお席で感激しましたと。ああ、そうなんですね。いうことなんですね。指定席だったんで、まあ、早めに予約された。ああ、そういうことでしょうね。ここの方の席に行ったりしてたんではないでしょうか。ズバッと心の中を覗かれた感覚、うん、何とも言えない切ない気持ちになってしまいましたが、うん、相手女優さんの腰に絡ませた右手がめちゃくちゃセクシーでエロかったです。え、そんなことしたんですか。しました。あ、相手女優さんの腰に絡めた右足足やった腰に足絡めてたらもうそれはもうやないか。てか右手、もうそれはもうやないか。あ、そうか、腰に足を絡めてたらもうそれはもうやないか。なんで2回言ったんですか。面白い、あ、まあまあ、そういうはっきり言ったら面白くない、あ、めっちゃセクシーでしたと。ありがとうございます、うん、あ、よかったです、ね、そうです、 最、うん、最後です、ね、そんなシーンもあったんですね。最後にね、このうさぎさんが見た回は、あの、衝突はなかった回なんですかね。多分違うんじゃないですかね、大丈夫だった回ですかね。記憶をね、失った、失ってしまった彼女と、はい、それでも僕はこの人と一緒に生きていくんだっつって、あいあい傘をしながら、はい、ギュッとね、抱きしめるというか、切ない、グッとね、うん、こう一緒に生きていくんだっていいぞ、だぞ、元気ですか。久しぶりに聞きましたけど、ところで、はい、C でございます。そして第2弾、この方第2弾ですけど、最勇気、冒険、冒険、また冒険、申し訳ない、ありがとうございます、はい、きちんと最勇気の話も見せて、聞かせながらのパロディった感じで、うん、ずっと笑っていましたと、ありがとうございますいうね、やっぱり感想短いですね、うん、まあさらっと見れる、いやでも本当に楽しかったですよ、この作品は。武田さんも言ってくれたから、よかった。いやいや、本当に演出が効いてたというか。あれからね、僕はいろいろ調べたんですよ、たまたまね、最勇気について調べてみたらですよ、はい、はいはい、実は孫悟空と牛魔王は義兄弟だ。え？っていうね。義兄弟？義兄弟らしいんですよ。全然違うじゃないですか。なんかね、牛と蛇と、なんかいっぱいいるんだって。あ、そういうことですか、うん、で、青天大聖でしょ、はあはあ、ね、牛魔王も平たいで平天大聖やったかなんか名前あんねん、同じような名前。そうなんですか。みんな義兄弟やってんて。へえ、義兄弟ってことはお父さんが違うってことですか。いや、血のつながりがないってこと。俺たちは兄弟だって言う。ああ、ヤクザ的な。ああ、そういうことか、うん、ああ、異母兄弟と感じがします。ああ、そうなんですよ。
仲間やったらしいで、あ、悟空とビーマー、そうですか、うん、へえとかそういうね話もね実は調べたら出てきて、いや、ね、まだまだ知らないことありますね。あのね、僕がやった西遊記ね、嘘いっぱいかい言うてる、あれあれ違うな、あれ、あ、そうですか、みたいな、あ、まあまあまあ言ってもね、まあまあ、うん、違う作品だから、うん、作品ですから、そんなこと言ったら、まあまあいろいろや、まあいろいろやもん、ね、そんなこと言ったらいろいろや、いろいろです、うん、 そうやね、うん、そして第3弾は、はい、まあ、先週終わったばかりという神ナズム、うまく説明できないけれども、うん、吸い込まれていく感じ、お、見終わったら元気になってました、あ、すごいよかった、またどこかでお会いできる日を楽しみにしております、はい、どうぞぜひぜひ、連日のお稽古と本番を繰り返し、はい、すっぽんラジオの更新と、休む暇などないほど、体を酷使された分ゆっくりと休んでくださいと、ありがとうございます、ね、励ましのメッセージもいただきました、本当に、はい、大変、本当に大変だった、この日々でしたね、本当にね、芸術の秋、そうですね、立花さんの秋、その分僕はこう今もう本当にぐーたらしてる、はい、ああ最近はぐーたらしてるんですか、うん、ちょっとゆっくりゆっくりお芝居見に行ったり、ちょっと全部出した分もうまた吸収しないといけないでね、そうですね、そういう時期がありますね、もう僕は今年はもうないので、お芝居、はいはい、お芝居の稽古も年始からしか始まらないので、ほうほうほう、もう今年いっぱいは僕はもうゆっくりもうただただ、はい、ぐずぐずと、ダメな人間の生活をして、なんですか、映画とかも見たりするんですか、映画ね、見に行こうかなと思ってるんですよね、あ、最新作バクマン、バクマンバクマンね、バクマンをまず、一応見ときて、バクマンはね、僕が言うのもなんですけど、あんだけ僕が呼吸下ろしましたから、あー、そうですね、あのサカナクションがあの主題歌を歌ってるんですよ、はい、それがね、すごくマッチしてるというか、うん、すごい良かったですよ、それはバクマンはだから、一つにはすごく面白いと、はい、いろんな面白いという意見も聞きますし、もう一つはやっぱり原作の大事な部分を削ってしまっているという、なるほどなるほど、意見も聞きますし、まあ、それも踏まえて、うん、バクマンを全部分かった上で見に行くと、見てみたいなと、うん、今になって興味が湧いておりますから、お、もうすぐ終わると思うんで早めに見に行きたいなとか、うん、そうですね、思ってますけどね、はい、なんかあるかな、うん、結構あんねん見たい映画、あと何やったかな、あれも見、心が叫びたがってるんだっていうアニメの映画、ああ、インサイト、じゃあインサイドアウトでしたっけ、あのインサイダー取引、違います、怒りとか悲しみとかそういう感情がアニメーションで動くやつでしたね、違います、僕が言ってるのと合ってます、違うと思う、あ、違います、あれ違うか、分かんないけど、子供の頃になんか、喋ることを閉ざしてしまった女の子で、あ、全然違いますね、が学園祭で歌を歌う時だけ喋れるみたいな子 で、それで歌を歌うためにこう学園祭に向けてみんながやっていくみたいな、あ、そうですか、アニメーション映画です、あ、何やったっけ、竹内優子さんがあれやってるやつじゃないですか、多分違うと思います、あ、違いますか、違うんか、多分違うと思います、違いますか、この間フジテレビでドラマになってた、ほうほう、あの日見た花の名前を僕らまだ知らないっていうアニメを作った制作会社が作った映画、あ、そうですか、あ、じゃあ全然違いますね、あ、へー、スペイン行った時にスペインの話なんですよ今ここで違う違うこのタイミングでスペインを違いますよ、向こうでの君は怖いな、違う、スペイン行った時に飛行機が14時間ぐらいかかるんですよ、あ、はいはい、で機内で映画を見られるじゃないですか、なるほど、ね、その話をしようと思ったんです、あ、なるほどなるほど、その時にまあ、ちょっと古い映画もやってたんですけど、うん、すごい良かったですよ、あ、アメリカンスナイパーっていう、多分ね、ちょっと前にやってたやつです、アメリカンスナイパーというイラク戦争の時の実際にあった話を映画化してるんですけど、すごくリアルに書いてあって、もう戦争怖いって思いました、でもね、あれは見といても損じゃないと思いますよ、めっちゃ勉強になりますし、もうやってないでしょ、もうやってないです、多分もう Hulu でも上がってくるぐらいの勢いだと思うんですけどね、 あ、はいはい、あと何があるかな、あれが面白いって言ってたよ、キングスマン、スパイ映画のなんかスーツを着たスパイ映画、スパイがそういうの楽しいですよね、それは楽しい系っぽいけど、あとね、その生き品の飛行機で号泣したやつが一つあります、
何割と号泣しました、うん、それでも星のせいじゃないっていう日本語タイトルがついてる洋画なんですけど、うん、16歳から18歳ぐらいの癌の患者を描いたやつなんですけど、あれはね本当に素直に泣きましたね、これ久しぶりに、ドゥワーってこう機内でドゥワーこれから仕事なのにそうなんや、いいやつ、いやよかったよかった、あ、うん、これやあれギャラクシーカイド、お、これが何ですか、見たい、ギャラクシーカイド、あの三谷さんの新しい映画、おー大不評の、え、不評なんですか、大不評なんですよ、ネット上ではギャラクシーカイド、ギャラクシーカイドがね、まあコメディですね、おそらくね、うん、三谷さんってことはね、うん、なんか、ちょっと松本人志のような方向に行ってしまってるんじゃないかみたいな、あーそうですか、ちょっとわかん、何が面白いのを作ってるけどその面白さわからんみたいな感じっていうちょっとレビューも見まして、なんかやっぱり王道できた分ちょっと外れてみたいみたいなあるんでしょうね、かもしれないね、なんか大不評なんですよ、あ、そうですか、街道が、へえ、それをでも見てみたいなと思って、はいはいはい、とかね、ああいいですね、映画、映画はやっぱいいですね、久しぶりにゆっくり見ましたけど、今日は何したいかな、旅行じゃないですか、旅行行きたいね、海外旅行じゃないですか、いや海外はいいです、海外はいいですか、なんかぼーっと、うん、田舎の、まあ確かにね、そのなんか流れてる空気感がリズムが違うとこ行きたいですよね、うん、なんかうん、ぼーっとしたい、あー、ここでずっとこの人生やってもいいなって思えるようなね、いやそれはないな、旅行の醍醐味ってそういうことじゃないんですか、え、違うでしょ、でそれで颯爽としたね、この殺伐とした現実に戻っていくっていう、だってここで人生、ここに人生終えたいなと思ったらそこにいたくなっちゃうじゃん、なりますよ、ある程度遠くこっちにも戻りたいなって思うけど一瞬忘れるぐらいの方がいい、ああそうか、なんかあここすごいな素敵やな、うん、でもこんなとこでは住まれへんなみたいな、ああまあ住めないですよね、海外はね、うん、なるほど、旅行は行きたいな、うん、旅行というかなんか旅、それ旅行じゃないですか違うね、こうなんか旅と旅行の違いを述べてください、え、旅と旅行の違い言うてやろうか、お、言うてください、旅行っていうのはさ、なんかさこう観光地に行ったりさ、こう、おこう名所を見たりさ、おなるほどね、するじゃないですか、おなんかね、こうでなんか話題のところに行ったりとかさ、みんなが知ってるところ、まあそのいわゆる地球の歩き方とかルーブに乗ってるところに行くわけですね、そんな感じの旅行じゃなくて、そういうのも何にもない、お本当にただの田舎であったりとか、なんかそういう何にもこう飾られてない現地に、ちょっとここ降りてみようかなみたい な, みたいな、それぐらいの感じがいいな、なるほどなるほど、あって何にもないな、ここすることないなっていうところに行ってーぼーっとモンストをする、え、意味ない意味ない、それだってせめてスタミナが回復しちゃうから、せめて携帯を全く置いていくとか、まあ別に携帯を、まあ仕事が困らないんであれば携帯をポンと置いて、うん、まあまあ電源切るぐらいでもいいです、最悪ね、だ電源切ってそれを2日間ぐらい電車で旅をする、すべ、うん、ての情報、ネットからの情報を遮断して、うん、ネットでやっぱりどうしても行ったら調べて、こう美味しいとこどこだとか調べちゃうじゃないですか、じゃなくて調べないです、ま、調べないですか、はい、食べログ見ないですか、見ないです、あ、見ない、全然食べログなんて見たことない、見たことないんですか、ほぼほぼ見たことない、僕らの業界はですよ、はい、食べログにお金払ってなんかランキング見れるようにしてるようなやつがいるぐらいですよ、月々の金払って、何が楽しいの、そんなに口コミを大事にしてるんです、そんな口コミ大事にする、大事にしてます、だから佐野さんとかをさバッシングしちゃうんだどういうことですか、口コミですよ、ね、ああそういうことか、そうだろう、あ、佐野さん擁護派ですもんね、どちらかというと、ね、擁護派ですか、まあ、頑張れ、だからそんなばっかりしてるから、そんなばっかりしてるからです、流行語大賞にはまあトレースは入ってくるでしょうね、ああ、ね、トレースなんて普通の言葉ですからね、あ、そうか、流行語でもないか、うん、としては新語でもないですね、まあ、いいですけど、まあそんな感じでしょう、うん、はい、あとは、うん、お便りは、あ、お便り、あ、お便りのコーナーでしたね、これ、そうですね、うん、不意に旅の話に、今年何がしたいのコーナーじゃない、USJ も行きたいな、でもな、ああ
そうですか、ただただ、うん、ああいいですね、もう USJ でボーっとする、うん、そういうのもあり、うん、さあもう一つのお便りですけれども、はい、スッポラーネーム K さんです、ありがとうございます。立花さん、武田さん、こんにちは。こんにちは。武田さん、なんでこんにちはって言われてる時、俺いつも水飲んでんねや。いや、それ休憩できると思うからでしょ、僕は読んでるから。そりゃそうでしょ、単純に。あ、そうです、タイミング的に僕は さあ休憩できる。あ、武田さんが読み始めたぞ、僕は一杯飲もうかな、こんにちはみたいな。そうそう、毎回同じです。なるほどね。あ、これは休憩できると思ってるんですよ。まあいいんですけど、立花さん、武田さん、こんにちは。こんにちは。武田さん、スペインはいかがでしたかというね、いかがでしたかっていうね、楽しかったですよ、本当に。美味しいものを召し上がってこられましたか、うん、お土産話を楽しみにしております、うん、絶妙なお土産チョイスも密かに楽しみですと。あ、もう終わりましたけどね。あ、先週ね、絶妙だったと思います。ひどかった。絶妙じゃないですね、あれはもう。絶妙ではないです。妙です。いいとこついてきてないですもん、もう。ひどいもん。気を照らすっていう感じではないですね。暴力です。まあでもスペインね、美味しいものたくさんありましたよね。ありましたよねって今僕に言いました。ありましたよね、やっぱありましたね。カバっていう、はい、お酒、うん、そうそう、シャンパンみたいなやつなんです、うんうん、スパークリングワイン、ね、そう、スパークリングワインなんですけど、向こうはむちゃくちゃ安いんですよ。それが、うん、まあ、1杯でいうと150円とか。それは安いね、普通にお酒としても安いね。お酒としても安いですし、そのコーヒーの方が高いっていうぐらいの感覚。いっぱい作ってるってこと。まあそうでしょうね、うん、庶民の飲み物、飲み物っていうことなんでしょうね。だからもう、うん、もう昼からパカパカ飲んでましたよ。あ、それでも全然罪悪感がないというか、みんな飲んでるから。それはね、そうでしょうね、仕事中でも飲んでるから。文化の違いですね。そう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 、そういう感じでしたね、というね、お話もしながら、はいはい、さあお便りですけれども、神ナズムの件ですけれども、はい、武田さん、実はどちらのドラマも全部見ていないのです。半沢直樹は最終回前と最終回、あー、はいはい、リーガルハイは先週に、ね、スペシャルのみしか見ておりません。しました、ね、うん、リーガル、半沢直樹 の大和田常務と、大和田常務に似ているっていう話と、リーガルハイ の, リーガルハイの主人公、主人公の坂井正さんのテンションが高いのに似てるみたいな話をしました、ね、で、K さんはですね、改めて動画で振り返りましたと。誰を？このリーガルハイと、あ、半沢直樹、うん、どちらかといえば、はい、大和田常務よりも、コミカドさん、リーガルハイの主人公ですね、コミカドさんに近いかもしれませんねと。髪の毛とか、かっこ笑い、髪の毛ペターンってなってたんですか。ペターンって。そうですね、まあでも別に大和田常務は、役としては多分全然違うと思いますよ、はい、ああ違うんですか、雰囲気とか。ただ写真でこう切り抜いて見た時に大和田常務に見えたっていうだけなんで。ああ、そういうことですね、うん、セリフ回しとか、うん、まあ、表情的にはリーガルハイに近いかもしれません、ね、テンション上げ上げだった、ただその大国神技大臣、まあ、立花、ね、さんがされたものですね、はい、ですね、まあ、立花さんだからこその役柄だと思いますと。ありがとうございます。いうことでございます。うん、なるほど。はい、第130回の放送のラストあたりに少し見せていただいたお持ちの書籍、あ、これですか。あ、はい、悪魔辞典とかそういう、そのあたりですね、とか、これなんて読むんですか。え、このこれ何臭い。中二ですね。ああ、中二臭い。中二病。ああ、こういう感じで書くんですね。でしょうね。中二臭いベースがあるので、はいはい、私もあのジャンル好きで読んでいましたが、はい、中肉臭いベースがあるので、うん、ストーリー上では、ごめんなさい、これ初め初見なんですよね。あなた今、ストーリー上ではでで丸かい、もう、ああ、あるのでで丸でございますね。ああ、そういうこと、ね、うん、なるほどなるほど。え、そういうベースがあるので、うん、そういうベースがあるので、うん、あの大国神技は立花さんだからこそできたんだよっていうことでございます。ありがとうございます。いやー、よっ、うん、褒められてます、褒められてます。褒められてんのか。褒められてますよ。ありがとうございます。ということでございますね。僕なんてもう本当に
ストーリー上では僕は見てないのであれですけれども、ストーリー上ではですね、見えてないですよ、何も聞こえてませんと言っていましたが、本当はこの人も何かが見えているんじゃないかという独特の雰囲気がにじみ出ておりました。だからこそ、ゲスだけでなくとても、ゲスだけではなくとも引きつけられる魅力にあふれておりました。どうなんですか実際というお便りでございます。どうなんですか、ね、ええ、まあまあそのね、ええ、まあ、神様が出てくる話で、はい、神様が、まあまあ、神様というか、うん、その要は僕らの世界ではない世界の人たちが見える、うん、おー、はいはい、がいまして、うん、でまあ僕がやる役はそういうのは全く見えませんという人だって、まあそれはそのままだったんですね。僕は見えてないです、ね、と思って、うん、全く見えてはいないというふうに作ってましたね。うん、なるほど、うん、信じてはいるけど見えてない、あ、うん、そういうことなんですね、うん、で信じてるけど嫌いっていう、あ、やっぱりじゃあ見る人によってはいろんな受け取り方ができるような作品なんですね。かな、うん、まあだから、まあでもまあ、それでこそだ僕が芝居やと思いますけどね。僕が下手くそだったってことじゃないですか。あ、それ丸くまとまりますね、僕はもう、あの人は見えてるのかもしれないなって思わせてしまうってことは、僕は見えてないぞっていう芝居をしてて、あー、それ一番まだまだだっていうことだね。なるほど、合点がいきますね。で、バッタの剣ですけれどもね、ハロウィンパレードの男爵様をお送りしておきます、前説もしておりましたし割と喋っておりましたと。で、うん、結構長い時間数班に分かれて練り歩いていましたが、街をね、うん、小学生の男の子から何度も下品男と声がかかっておりました。男爵様何やったんですかというね、いうことですけども、下品男って言われてたんですか。下品男って言われてた、そうですよ、僕はもうすぐ飲みに行きましたから、あ、その後、飲みに行ったら、ね、何やったんですか。いや、男爵どうしたのって言ったら、なんかね、子供がね、下品男って言ってくるんだよ。何ですか。何にもしてないらしいですよ、男爵が突然急に、しかもね、一緒に歩いてた子供じゃなくて、なんか別の班の、その別のチームというか、まあまあいろいろ班に分かれて歩いてたと、いろんなヒーロー、何体かヒーローがおって、各班にヒーロー一人ずつとか、キャラクター一人ずつ行って一緒に歩くみたいなん で全然違うところの子供たちが突然下品男って言ってくるっていう。なんすかね、見た目わかんない、前説してた時じゃないの。ああ、品がなかったと。前説に品がなかったんじゃないの。その話に言うと、なんか、男爵は前説もなんか突然喋ってくれって言われて、あ、何も聞いてなく突然喋ってくれって言われて、はいはい、原稿もなく、うんうん、まあ、段取りもなく、うん、困った、ご立腹でした。ああ、それが下品やったんですね。ご立腹感が子供にとって下品だったのかもしれないねとはおっしゃってました。なるほど、なるほど、まあいいんじゃないですか。そういうことですか、まあ、小学生っていうのはね、なんか思ったことすぐ言いますからね、本当にね、殺してやろうかって、こら男爵が、こらこら、本当に、あれ以上ね、なんか突っかかってくるようになったら、すぐにでもね、杖でね、ぶん殴ってやるところだったぞっつって、小学生なのに、ベロベロになりながらやってます。酔っ払ってるじゃないですか。男爵はもう本当に子供なんて嫌いだっつって、なるほど、ふざけんじゃないっつって、まあそんなこともありながらですけれども、まあお便りありがとうございます。ありがとうございました。終わりです。終わりですね。あ、違います違います。なんか話しましょうか。いや別に。あ、別に特に。あ、はい。お疲れ様でした。スポーン。ポーン。というわけで、はい。今週はこのあたりで。よし。お別れでございます。よよ。いやー、試練をね。ええー。二つも乗り越えましたよ。乗り越えれたかなー、これ。かわしました。曲ね。シュシュシュ、結局やっぱ前半で食べた、ハリボーと缶詰が引きずってましたか。糸を引いている、引きずっています。これ、俺今日朝の機嫌でやろうって思っちゃうな。結構早めに目覚めたし、あ、そうですか、テンション高めでいけるぜ今日はと思ってたのに、朝収録には珍しいテンションでいけるって、いいテンションで思ってたのにな、すごいダラダラやっちゃった。
聞きましたよ、ああそうですか。まあこれがね後を引いていたと、そうこれが悪いんです、ということです。詳しくは、ね、もし知らない方がいらっしゃったら、はい、先週の放送を聞いていただければ、そうですね、後を引いていますから、かす本当に辛い辛い、なんやろ、うわ今日ほんまに今日楽しくやろうと そんなそんなテンションでした。いや、よかったじゃないですか。楽しくやったじゃないですか。本当ですか。はい、あ、そうですか、うん、ということで、いいんですけど、はい、まあ、今回もあの告知がどうですか、ないですか。告知ですか、告知は、あ、でもチケット発売開始してるもんな、大阪劇場か。お、劇場か。はい、来年の、来年です。1月え何月でしたっけ。1月、1月の1月です。末末、世界観カレンダーないや、カレンダーないです。ですね、世界観で、25、まあぐらいのか、まあ月末ですね。6か、はい、ぐらいから31の日曜日まで、うん、世界観で、結構1週間近くですね。1週間近くですよ。あ、全然やってます。28からですか。25は小屋入りの日とか。ああ、なるほど。28から31ぐらいの。はい。行きやすいですね。28から31まで。おお。やっておりますよ。はい、ありました。2本立てで、私は片方にしか出てません。前回と同じような。お間違いのなきよう。それ両方見られるんでしたっけ。両方セット価格みたいなもあります。ああ、そういうことですか。もう1本は1本で。1本は1本なんで。独立してる。うん。チケット1個買ったら両方見れるってわけじゃないので。なるほど、どっちかなんですね。チケットのお買い求めはお間違いのなきを、はい、していただければ。で、全く違うストーリーなんですね、その2つは。全然全然違いますね。出てる人も違うし、はい、僕が出てない方に、あの昔、その昔、はい、すっぽんラジオを見に来てくれた谷のまりえちゃんが。ああ、そうですか。あ、違う方向に。違う方向に。方に。違う方向に。ああ、なるほど。どうしたんだって。違う方向したんだ。そっちじゃのかい、谷野さん。はい。あ、そうですか。わかりました。ちょっと楽しみにしておきます。伊藤アトムくんもね、今年は。今年はアトムくんだけです。あ、そうですか。西川くんは今年来ない。来ない。来ないみたいな。もう大阪嫌だと。そうだね。ダメだっつって、大阪でずっとつらい、2週間ね、缶詰はつらい。そうですね、それは言ってましたよ。実際ね、実際やっぱね、疲れるね、心が休まらないよ。ああ、そうですか。旅旅公演ね、まあ人それぞれありますから。そうですね、枕が変わると寝れないんだ。ああ、ありますね、そういうのね。そういうのあります？そういうデリケートな部分。ないです。あ、どこでも。どこでも寝ます。僕は。そうですね。というわけで、やってますから、よろしかったら。はい。またそのね、詳しい情報もね、続々と出てくると思いますね。出てますけどね、Twitterとかでは。あ、そうですか。内容とかね。内容は。稽古状況とか。稽古ってこっちやるんですよね。そうです。また遊びに来てもらおうか。ああ、そうですか。それが2週間なんですか、稽古。2週間ちょいですね。そんな短期間でギュッて詰めるんですね。そうです。2本立てで。はあ、それすごいですね。大変だね。大変だ。へえ、ですよ。楽しみしてます。頑張ります。はい、ということでございます。そんなとこですかね。あ、僕はこのあのあれですよ。でこのラジオにまた出てくれたあの上野よしこちゃんと一緒です。あ、同じグループ。同じグループ。よしこさんと。あ、そうですか。夫婦の役とかで夫婦みたいなこと。分かんない。一番最初のなんか柿の木さんの構想ではそんなこと変わってるかもしれない。それは分かんないですけど、楽しみにしております。楽しみにしておいてください。はい、ということでございます。はい、というわけで今週はもうだってこんなことしてるもん。もう体を伸ばしているこんな感じで。ギュッて背中をグッて伸ばしているの。まあまあ来週以降はね、順取りでいきますから。また楽しみにしていただきたいと思います。急にですよ。急にですか。日本撮りも、そういえば。あ、そうです。昨日の夜、明日9時半でいいですか。あんた突然来たから。そうなんです。失礼しました。まあいいんですけど、まあね、お仕事お忙しいでしょ。あ、もうギリギリやっております。はい、というわけで、はい、今週はこのあたりでお別れです。ありがとうございます。なんでかぶせた。ちょっと寂しいなと思って、終わるのも。終わるのは寂しい。終わるのは寂しいなと。本当やん。どんなかぶせ方してるんですか。本当やんなっちゃう。はい、ありがとうございます。というわけで今週は。
この辺りでお別れです。お相手は私島根ですけど AD 武田でした。また来週。はい。